西武ライオンズがレイエス選手の獲得に本腰を入れているという報道が出ておりまして、詳しく見ていきたいと思います。動画の前にチャンネル登録とグッドボタンだけお願いします。クライマックスシリーズ出場が決まった直後にですね、同心スポーツさんの方からレイエス選手が複数年契約での残留が決定的という報道が出ました。まあ、ただ新庄監督もこのレイエス選手の残留ファンからもお願いしてくれと、そんな話もありましたし、現状としてはまだこの契約の部分っていうのは流動的であるということが分かっています。今年の成績見ると102試合で2割8分5厘、ホームランが25本、打点64、 OPS906 という成績ですから、まあ、現在の NPB のこう全選手見渡しても、まあ、その中でも本当にトップクラスの成績が残っているというような状況ですね。まあ、そんな中で西武ライオンズがまあ新しい体制になって監督が変わるということもあって、まあ、こうチームをよりこう打線強化していくということですね、まあ、本格的に獲得に動き出したというふうに日刊スポーツさんから報道が出ています。まだ29歳と若い選手でこれだけ1年目から結果を残した長距離砲の選手、まあ、本当に今貴重ですから、新外国人選手の野手がもうなかなか当たらない時代になってきている中で、まあ、こうしたレイエス選手なんかには、まあ、当然ながらこうオファーをかけてくる球団っていうのは多いと思います。そんな状況ですけれども、レイエス選手が、まあ、実際に西武含め他球団に移籍する可能性っていうのはどれくらいあるのか、こちらを見ていきたいと思います。レイエス選手の今年の年俸っていうのが1億円と、まあ、成績から考えれば大幅アップっていうのは間違いなさそうです。まあ、加えてレイエス選手は今後もですね、日本に残留して日本の中でこうプレーをしていきたい、そして日本の野球っていうのを研究して成績を上げていきたいと、まあ、そういった話をしておりますので、年数っていうのも鍵になってくると思います。自分には家族もいるし、お金を稼がなければいけないとか、まあ、そんなコメントもありましたし、まあ、今の年俸からどれだけ上げられるか、そしてまあ契約年数もまあ長いほど有利になるのかなっていうところですね。まあ、現状日本ハム考えますと、外国人選手、今所属している選手の中でも最もこう残留交渉の優先順位が高いという選手ですし、まあ、さらにエスコンフィールドによってこう収益も上がっていて、まあ、それを昨年のこの補強なんかを考えても、まあ、結構こう外国人選手にお金を使えるという状況ではあります。なのでここからの年俸の大幅アップっていうところに関しては、まあ、ある程度こう問題なくできるのかなっていうところですね。まあ、さらにレイエス選手が、まあ、本当にここで野球をやりたいと思っている、もし日本で 7,8 年できるのであればここがホーム、それほどまでに日本ハム愛を語ってくれていますので、まあ、金銭面以外で考えれば、まあ、圧倒的に有利になるというのは間違いないと思います。まあ、今回は西武が獲得に本腰という報道が出ましたけれども、年齢や成績を考えれば、まあ、当然もう全球団が狙うような存在であることは間違いないと思います。まあ、ただその中でも日本ハムは結構こう有利に戦っていけるような条件は揃っていますので、まあ、残留の可能性っていうのは十分ありますし、今後新しい動き出ましたらすぐに動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。